大丈夫です皆さんあのねもう昨日も言われました僕同級生に前ちゃん最近あのいろいろツイッター見てるけど文句ばっかり書いてるなあって言われたんです社会風刺なんです <laughs> 分かりますね僕は何かに対してまあ、言ったら皮肉をばって言ったりしてるんですけどもそれが分からない人にとっては文句になるんですねで僕は「ちゃあねこれはねあの社会風刺って言って社会的強者に対して何か、まあ、ものを言うってことを社会風刺って言うでん」って言うと そっか変なこと言われましたね、何言われたかというと、ああ、そうなんや、だったらもうちょっとおもろいこと書いてって言われたんですね、まあ、これはまあ甘んじて受け入れます、まず、あ、はおもんないって本人にとってるんですからね、えー、ルールだけ説明させていただくと、この社会福祉というのは社会的強者に対してものを言っていく、社会的に弱い立場の人には絶対言いませんので、このあたりは安心してですね、えー、皆さん、まあ、見ていただきたいですけどもさ 皆さんこう事前にですねこのスタンダップ全次郎というのをこうお配りしました。これね、いろんなところで、ね、配ってるので、また今回も関西ツアーでもう何回も来ていただいている方もいるんで、で,まあ、できるだけ新しいやつをこう丸していただいたんですけども、も面白いもんですね、こうやってこう丸していただくと、前も言わせてもらったんですけど、こう一人一人聴いたりとか、何倍いきましょうとかっていうと、絶対に出ないのがセクシャルネタですね、下ネタ絶対出ないんですね。やっぱり皆さん恥ずかかかしいのかなのな 今回、下ネタ、やっぱり多かったですね、皆さんね。<laughs> <laughs> 本音でやっぱり下ネタ聞きたいなと思うんですよね。いろいろありまして、僕はですね本当にもうどこでもね、一番にね、おめでとう、お菅師匠っていうのを必ず一番に持ってきてるんです。今回、一人だけです。なんと人気ないんでしょう、本当ね。我が国の師匠でございますよ、本当ね。でも、小池知事の5つの子もありましたね。何個かありました。あえば最近のナイキの CM に物議っていうのも、やっぱり最新ので多かったですね。 あと、佐藤糸美、スパイ容疑、これも多かったです。例えば、アンジャッシュ渡部事情も多かったですね、これねうん。どれから行けば、あと一緒に働きたくない芸能人ランキング、これめちゃくちゃ多いです。大阪ですね、やっぱりね。<laughs> 人のちょっと悪口を、ちょっと働きたないでみたいなのをちょっと聞きたいんですよね。うんあと、それからセクシャルネタ、めちゃくちゃ多かったですね、これね。 うん、で、えー、なんですけども、では、どれいきましょうかね。えー、まず最初、こちらにもメニュー表というのがあります。これね。れメニュー表です。メニュー表あ。ありがとうございます。見ていただいてね、別に大丈夫ですよ。今、見なくて大丈夫です。そんなあの自動車教習所じゃないんで、本当にね。<laughs> じゃあこれ、なぜこういうこと書いたかというと、言いますね、これね、書かせていただいたのは、まあ、あんまりこれやっていくと時間が伸びるんですけどね。<laughs> なぜかというと、お例えば皆さん、ビュッフェとか行ったことありますけねビュッフェ。ね、ビュッフェ行くでしょ食べ放題みたいなところ行くと。 あ皆さん、ちゃんと食べれますよビュッフェって。僕ねビュッフェ行くとね僕はね「消食」っていうのもあるんですけどもあとそれから貧乏症この2つが重なってどうなってくるかというとよし全部食べたろと思うんです僕はねよし全部行ってやろうっていう,こう野望を持っていくんですけどもなんせ消食ですからまず初めの段階でパカパカいろいろ開けるんですけどまず用のねこのお卵それからあそかハムあそれからサラダガバッサラガー持ってくるんですまずこれで食べときゃいいじゃないですか違うんですまだ行ったろってあるんですもう一回行くんです。 もう一回行って、えー、違う、今度、ああ、この卵のこのスクランブルのガサ、あとオムレツのガサとかいろいろ入れて、また、もう皿3皿ぐらいになってね、食べるでしょ。もう1皿目でお腹いっぱいなんです。で、2皿目、3皿目ぐらい終わって、もういいじゃないですか。いいのに、和食のコーナーあったりさ、そこも行こうとするんですね。で、結局、う行き過ぎて、もうそういうの結構もう,もうお腹いっぱいになって、なんか下痢して終わるみたいになってるんです。結局、全部食べきれへんまま。 いうとう、ね、やっぱり取り取方下手なんですねうん取り方下手なら気持ちどうなるかっていうと失失敗した失敗ししたたになるんですでそういうことが僕はリクエストを皆さん配った時にあれ言うといたらよかったなって帰りにみんな思いはったらなんかこのライブ失敗したみたいに思われるんでそれじゃダメということで日本流の懐石料理風です。 この解析料理僕も好きなんです。あれ日本人のです、ね、そういう優柔不断な、迷ったら貧乏性な僕みたいな人間にとってはも,ものすごいありがたい解析料理。何かというと、解析料理はこのようにメニューが初めから突き出しから最後にです、ね、デザートまでびっしり書いてあるんです。選ぶことなしです。もうコースメニューは、まあ、どっちかというと魚か肉か選べるぐらいです。そうなってくるとどうなるかというと僕みたいな人間はもういいですね。決められてあるからただ文句言うだけです。なんや、2つ目これかい。これは得意です。 <laughs> これ怖いな <laughs> それあ文句言うの得意です自分で決めるの下手やけど文句得意というねだから今日皆さんですね文句言えるように作ってきましたわかりましたねうんあれ選びよったんかあいつはみたいなチャンネル登録の方よろしくお願いしますこちらでございますこちらのお顔になってるとこありますねそこのチャンネル登録それ押していただいてよろしくお願いしますチャンネル登録 <laughs> もっと増やさないとです <laughs>